だりゃー、見てこれ、スプラス3の一番くじめちゃくちゃ引いてきたわ。順番に開封していこうぜ。うわ、かわいすぎ。セブンイレブンであったスプラス3の一番くじなんだけど、多すぎない？これスプラミン、ヒーヒーしちゃうよ、ヒーヒー。これツイッターでもトレンド入りしてた。ラストワン賞の小ジャケな。どれから開封する？可愛くね、結構。思ったよりでかいんだよね。手のひらサイズ以上あったわ。ほら、どうこれ。映像がリアルになったっていう、実物になったって感動するよね。お前も出世したな、スプラス3で。こんな感じ走ってるんだよね、お供として。今回ついてくるんだよね、サンゴに。かわいすぎ。ちょ、これ見て、ふわふわする。あっ、いや食われる。 やめてくれ。だっ、あっ、心臓がガッ、これ F 賞めちゃくちゃ当たったんだよね、無駄に。タオルなんだけど何種類ある？ 1 枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、10枚、11枚。多すぎでしょ。これタコタオルって感じ。うわ、ちゃんとタコ型なんだね。これ学校でさ、トイレから出てきた時に友達にこれ見ようがしに、ポケットからタコちゃん出して手拭いたろ。G 賞のラバーストラップ、何個あってもありがたいよね。これはスプラ3のスプラシューターだ。おー、いいね、クオリティ結構高いじゃん。え、かわいい。ヒーローシューター。かっこいい。うわ、これ飾るのちょっともったいねえな。トライストリンガー。でけえ。え、クオリティ高えじゃん、やっぱ。イカちゃん、タコちゃん。いいね。あ、これステッカーのキャラクターだ。映像にも出てたよね、ちょいちょい。96ガロン。見た目変わったよね、だいぶ。こじゃけえ。サモランゼ、歓喜じゃん。個人的にトライストリンガーいいな。スプラス3のマグカップ。これいい賞やで。外れないっしょ。早速ちょ、開けてみるわ。ドーン。いいね。あ、プラスチック製か。確か1も2もマグカップ出てたよね。これ全部持ってるんだよね。あと、スプラのガラスコップ。あれめっちゃ好きだからさ。めちゃくちゃ買いだめたんだけど、こんな感じにどんどん活かしたコップが溜まっていくんだけど。スプラ3タンブラー。めちゃくちゃ活かしてない？これ普通に1番くじじゃなくて、セブンイレブンで売ってたやつなんだけど、くっそヒーヒーするこれ。ヒーヒーヒー。かわいすぎでしょ、これ。あー、いいな。やっぱタンブラーってみんな知ってる？使ったことあるかな？魔法瓶みたいに、冷たいジュースとか、あったかいココアとか入れても、なんかチラシ入ってる。ずっとその温度を保ってくれるのよ。1時間とか2時間とかも余裕であったかいままとか。すごいね、これ。ダクトテープとかさ、めっちゃ質感あるじゃん。これだいぶ作り込まれてて、これ多分長持ちするよ。いいやつ、いいやつ、これ、多分。やっと嬉しい。コップもそのまま入るサイズらしい。あ、いや、これ入らねえわ。タコちゃんのタンブラーも買ったわ。色違い。セブンイレブン以外でも、ニンテンドー東京でも買えるらしいよ。ドゥドゥン。これもヒーヒーポイント高いよ。イカの石鹸入れ。あ、かわいい。めっちゃかわいいじゃん。見てこれ。すごない？クオリティ。これちょっと使うのもったいねえな。普通に定期的に売ってほしい。こんな感じに石鹸出すんでしょ？イカのなんか、インクみたいな感じでプシュプシュって。いや、これコンセプトと合っててめっちゃいいじゃん。最高かよ。あ、この目の部分シールかと思ったらちゃんと塗ってるわ。B 賞。イカロック。これすごいらしいね。イカのアラームが鳴るらしいよ。おー。これ確か B 賞だわ。すごくない？これ飾りてー。実用性もあるインテリア。これヒーヒーポイント今回めちゃくちゃ高いの多いっしょ。たまらんわ。いや、スプラのグッズって意外と少ないからさ、こういう一番くじってめちゃくちゃ嬉しいよね、個人的に。電池あったわ。あ、充電電池で。あ、なんとか。うい。あ、なんで？万面ミっていう、これ。最高かよ。とりあえずアラーム設定したいんだけど、設定どうやるんだ？ 2、1。お、来た来た来た。これスプラ3のメインテーマが流れてるんだけど。これで朝迎えれるってわけね。あープニプニするキーホルダー。これリッターとかのキャップスタンド、セブンでもらえるよね。クリアファイル、めちゃくちゃかっこよくない？これもっと欲しいな。2枚しかゲットできなかったんだよね。 A 賞いっとく？これクソでかいイカクッション。まんめんみ。いや、このサイズ感たまらん。めっちゃ柔らかいんだけど、ふわふわしてる。いや、これ抱っこして寝たりしたいね。普通のクッションじゃなかったよ、そういえば。ブランケットクッションみたいな感じで、これ、
ブランケットがついてくんのよね。おースプラすぎてデカデカと書いてある。タコちゃんもあったんだけど当てれなかったわ。でどうやらこのブランケット、イカの子の下の方に穴があって、この中にね入れれる、収納できるらしいよね。ちょっとやってみるわ。入るんだな本当に。お入りそう入りそう、いけんじゃん、うん、ここまで。おお収納できるってことね。でなんかちょっとだけ出したらスーパージャンプを再現できるみたいなの書いてあったわ。どうこれ、スーパージャンプっぽくなった？ちょっと試しに沼ジャンしてみるわ。チャピー、サイズ感は、あイカクッションと大体同じか、ちょっと一回りちっちゃいぐらいかな。うん、これやっば。最後にイカの T シャツね、これも一番くじでゲットしたんだけど、あーいいじゃんいいじゃんいいじゃん。スプラのステッカーとか貼られてて、これ見えるかな綺麗に。どうよ、なんかおしゃれじゃない。スプラの T シャツとかって全部おしゃれでスプラっぽくないっていうか、ぱっと見スプラのことをよく知ってる人じゃないとスプラってわかんないよね。日頃着れるというか、めちゃくちゃいいよね。どう似合うかな。スプラに出てくるブランドのヤコとかアナアキとかタタキケンサキとかのロゴが入った T シャツをいっぱい出してほしい。はい、ということでね、今日ははしゃぎすぎちゃったんだけど、見てこのイカまみれ素晴らしいよね宝の山なんだけど、これはちょっとスプラコーナーとかで飾らせていただくわ。いやーね、このタンブラーとかめちゃくちゃいいわ個人的に。ということでみんなも一番くじやってみてね。それじゃあさらだばー。